山美恵です。どうも大志です。今回は横浜 DeNA ベイスターズの試合を見に来ています。8月2日の今日は新潟県がスポンサーになっていて、なんと新潟県スペシャルデーとなっています。今回おしゃれ旅、新潟県湘南エリア、はい、試合以外にも新潟のブースとかいろいろあると思うので、はい、見て回っていこうと思います。塩が2種類、笹川流れ村上で作っているお塩と、こちら、あ、こっちも村上だ、白いダイヤ、食べ比べてみたい。柿の種あるよ。あ、レルヒさんも、しかもレルヒさん柄が違う。トッキッキもいます。あ、トッキッキいる。トッキッキが日本酒持っている。こっちはもうカニとか越後姫とかたくさん持ってます。試合観戦しながら食べれるからいいね。ね、ね、来ました。やったー。はい、チーズ。はい、はい、ってわけでどうでしょうかね。すごい、私の体は新潟でできています。米大好き、はい、あ、そっちもあるんだ。似合う似合う似合う。瀬波温泉、新潟村上瀬波温泉。あ、去年戦いの四尺玉見に行ったね、うちら。行きましたね、うん、しかも誕生日にプレゼントで大志ちゃんが花火を上げていただいたんですよ。日付変わらずに9月の9日10日なので、あ、これからだね。これから日本海の美食が花開く150年の時を。あ、すごい。本当に美味しいものいっぱいあるもんね。新潟県産スイカも本当に美味しいんですよ。本当に食べてほしい。9月15日から11月の30日まで、はい、国民文化祭新潟2019というものもあるので、本文にリンク貼っておきますので、興味のある方はぜひそちらチェックしてみて遊びに行ってみてください。あ、ゴー笹団ゴー村上のマスコットキャラクターゆるキャラ鮭に会えました。はい、頭に村上が鮭が有名なので乗っていて、なさけ、はい、本日はようこそ天草にお越しくださいました。今日も熱い試合よろしくお願いいたします。贈呈をさせていただくことになりました。本日は新潟県スペシャルデーです。はい、今から13通路開拓場のビクトリーコートでは新潟県の特産品を使用した本日限定メニューを販売しておりますので、ぜひ皆さん今日暑いので水分補給もして、こちらのお茶を活用して皆さん一緒にトッピー、トッピーも応援よろしくお願いします。さあ続いて新潟県柏崎市の PR キャラクター黄色い氷のエチゴン、エチゴンもよろしくお願いします。続いて新潟県村上市の名産である鮭と地酒をモチーフにしたサケリン、サケリン
一緒に応援よろしくお願いします。そして最後は新潟県阿賀野市の五頭山という山と兵庫という湖に飛来する波長をモチーフにした五頭町、五頭町も来てくれています。かわいい。五頭町どうぞよろしくお願いいたします。今日はたくさんの新潟県からキャラクターたちが応援に駆けつけてくれました。皆さん一緒に応援よろしくお願いします。本日の新潟県スペシャルデーの始球式で投げていただくのは、今日球場に応援に来てくれた新潟県内のゆるキャラを代表して新潟の地で日本初のスキーを教えた日本元祖スキー男レルキさんです。それではレルキさん頑張って投げていただきましょう。準備はよろしいでしょうか。皆さんご声援ください。それでは行きましょう。レッツプッシュ。ストライク。グレープッチ。すごい、思ったより鋭い。レルキさんによります始球式でした。皆さん今一度大きな拍手をお送りください。レルキさんありがとうございました。以上新潟県スペシャルで始球式でした。贈答させていただきます。記念品の贈呈を行います。本日の新潟県スペシャルデーの開催を記念して、両チームへ日本一をおかずに合うお米岩船米と、きらめく大粒コクと甘みが満ちている新潟米新之助が贈られます。贈りますのは新潟県出身の YouTuber 内山美恵さんと大地さんです。記念品はチームを代表して横浜 DeNA ベイスターズ柴田勝弘選手、読売ジャイアンツ増田大輝選手へと贈られます。皆様どうぞ拍手でお迎えください。それではお願いいたします。ありがとうございました。以上、新潟県スペシャルデー。無事に終わりました。ここで練習見学をさせていただけるということで、早速見ていこうと思います。ウォーミングアップされてる。あ、続々と視界に向けて、ね、近いと迫力がすごい。芝生も綺麗だね。ベンチとこの実際のマウンドの気温差が全然違う。ただでさ暑いのにさ、うん、こんな中キャッチャーの方ってもう装具があるでしょ、うん、震える。すごいよね。すごい表情をされてる。MVP 賞にレルキさんが登場しています。岩船さん腰引きだそうです。あーすごい、お待たせしました。素晴らしい。おーすごい、レルキさんあんまロスないよ。だすごい、ありがとうございます。おということで、横浜 DeNA ベイスターズの試合を見に来ました。野球観戦でも新潟県が携わっているのが嬉しいですね。観光に関する新潟県の詳細は下の概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。私も新潟に住んでるんですが、新潟はすごくいいところで、観光も美味しいものもたくさんあるので、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、近くで言えば屏風祭り、村上市でお祭りが9月の15日から
1ヶ月間ありますので、ぜひ遊びに来てもらえると嬉しいです。はい、いかがでしたでしょうか。この動画が良かったら高評価のボタン、チャンネルのご登録お願いします。ダイスちゃんの方でも動画出してます、はい、よかったらそちらも見てください。お待ちしてます。 Twitter、Instagram、うちあんみえで検索フォローお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、はい。